東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するタイガースの先発は右の青柳、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の菅野、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは近本、はい、第9球投げました、ボール。さあ、次の投球投げました、打ちました、一、二塁間の当たり、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番中野、第9球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、ストライク。第3球は高めギリギリいっぱい、ストライク。第4球を投げました、変化球はアウトローへ、ボール。投球これから5球目、見逃しの三振。右バッターボックスは森下、第9球初球フォークボール、空振り。第2球投げた、ボール。第3球3球目、空振り、追い込んでいます。次は4球目、投げた、ストレートはボール。投げた、膝元、フォークは外れてボール。さあ、6球目打った、一、二塁間のゴロ、吉川取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。菅野、上々の立ち上がりを見せています。右の青柳、マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは吉川、第9球投げた、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから投げた、打ちました、ファール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました。第6球を投げました、打ったいい当たりだ、抜けた、吉川ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球初球送ってきました、ピッチャーから一塁送球、一塁アウト、スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。第9球投げました、初球ツーシーム、空振り。タイガース、ここは引っ張りに警戒します。第2球打った、第3球を投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第4球を投げた、高め、ボール。次は5球目、外れた、ボール。第6球を投げた、ツーシームはボール。第7球をツーシーム、見送ってフォアボール、フルカウントから選びました。第9球投げた、外、外れてボール。第2球投げた、見送ってボール。5球は3球目、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第5球投げました、おっと、デッドボールの際に怪我を負ったようで、現在治療中とのことです。
今ベンチから出てきました。大丈夫なようです。バッターは5番大城。ひときわ大きな声援が聞こえます。まずは三塁牽制、タッチはセーフ、三塁はセーフ。初球空振り、初球空振りから打ちました。これは犠牲フライになるか。掴みました。中継、ショートから三塁送球。ジャイアンツまずは初回先制。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは6番丸。第9球投げました。アウトロー、外れてボール。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球はボール。さあ5球は5球目、変化球外れてフォアボール。この回2人目のフォアボールです。第1球投げた。初球空振り。投球これから2球目、ストライク。目玉と厳しいところでした。投球はこれから3球目、1つ外したボール。第4球を投げた。低め、スライダーは外れてボール。第5球投げた、打ちました。センター前進、掴んでこれで3アウトになります。1回の裏が終わりまして1対0、ジャイアンツ先制点を挙げています。2回の表1点を追いかけますタイガースの攻撃。この回の先頭バッターは大山。第9球、初球スローカーブ、空振り。思い切って振っていきました。さあ次の投球、投げた、スライダーボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた。大山いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第9球投げました。変化球ストライク、低め。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました。あーっとキャッチャー取れない。そして今拾い直した、投げました、打った、左中間のフライ、レフト落下点、取りました。三塁はジャイアンツ、なおもピンチが続きます。バッターは6番ノイジー。ジャイアンツここは外野フライも避けたい場面です。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打ちました。1・2塁歓迎。岡本ボールを取る、ベースカバー。ジャイアンツ追いつかれました。1対1。第9球ボール。さあ次の投球、投げた、決まってストライク。タイミング合いません。投球はこれから3球目、空振り、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ボール。外角低め。さあ6球目、打った、これは内野ゴロ。岡本掴んだ。岡本1塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対1、ジャイアンツこの回1点奪われ同点とされています。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは浅野、投げました。外角高めに、はい、ストライク。第2球
投げました。見送ってボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。4球目ストライク。さあ5球目外角空振り三振。浅野スイングアウトの三振。第1球投げました。ボール。投げた。インコース低め空振り。第3球を投げた。内角低め見送ってストライク。第4球を投げた。ストレートはボール。投球これから5球目見逃し三振。打順は1番に帰って吉川。第1球初球流し打ち切れていきます。ファール。1球目ファールから第2球打った。1・2塁間中野ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に打ち取られました。2回が終了しまして1対1です。3回の表これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは木南。第9球スライダーボール。第2球投げた。打ちました。大城落下点に入った。バックネットの前でボールを掴みました。バッターはピッチャー青柳。背番号17。第9球ボール。第2球投げた。空振り。第3球を投げました。ストライク。第4球を投げました。低め空振り三振。まさに日の出るような直球。打順はトップに帰って近本。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投球これから2球目空振り。第3球はスライダーボール。アウトローへ。投球これから4球目外れた。ボール。第5球投げました。低めのボール引っ掛けた。岡本そのままベースに入ってスリーアウト。菅野三者凡退無得点に抑えています。3回の表が終わって1対1です。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。トップバッターは門脇。初球空振り。さあ次の投球投げました。またも空振り。変化球にキレがあります。第3球を投げました。見送ってボール。投げた。ボール。第5球投げた。スライダーボール。さあ6球目打ちました。引っ掛けた。フラフラっと上がった。掴みました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは3番坂本。第1打席はフォアボール。投げた。打ちました。ファール。投球これから2球目ストライク。キレのある変化球。追い込んで第3球を投げた。一つ外してボール。次は4球目投げた。打った。破ってった。坂本ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第1球打ちました。ファール。第2球打ちました。取りました。これでツーアウト。ランナーは1塁変わりません。投げました。初球スライダー空振り。一塁牽制。一塁タッチセーフ。もう一回一塁へ牽制球。また牽制。タッチはセーフ。青柳再三ランナーを牽制します。
第3球を投げました。ストレート決まってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。ボール。第5球投げました。低めボール。抜けました。一塁へ一つ牽制球を送りました。次が6球目。ランナースタートを切った。打ちました。打球は三遊間へ。破った。中継。大城いいバッティングを見せました。ジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えます。第9投げました。変化球ストライク。インローへ。さあ次の投球ボール。第3球を投げた。低めの球空振り。追い込んで投げた。打ちました。ファールボール。第5球投げた。アウトロー際どい球ボール。第6球を投げた。外れた。ボール。第7球をランナー一斉にした。打った。ファースト、これは守備範囲内。大山そのままベースを踏んで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツ得点圏にランナーを送りましたが勝ち越し点は挙げられませんでした。序盤終了しまして1対1です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは中野。初球から打ってった。三遊間ライナーで破った。レフト前ヒット。中野ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは3番森下。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球中野走った。投球ストライク。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。リプレイをご覧ください。第3球を投げた。1球外した。ボール。第4球はボール。さあ5球目。変化球空振り三振。先ほどのプレーです。先ほどヒットを放っている大山、大きな声援が届いています。第9投げました。見送ってストライク。さあ次の投球スライダーボール。第3球を投げました。打った。これはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。伸びた。伸びていった。掴みました。中継。ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第9投げました。打ちました。ファール。初球ファールから第2球インローに送ってストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げました。高めの変化球はボール。第4球はボール。内角低め。投球これから5球目ボール。第6球を投げました。打ちました。抜いていった。レフトバックホーム。二塁ランナーホームイン。ジャイアンツリードを奪われました。2対1。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。右バッターボックスは6番ノイジ。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第9投げた。スローカーブボール。第2球投げた。低めボール。第3球を投げた。スローカーブ空振り。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。打った。フラフラッと上がった。吉川余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。4回の表が終わって2対1。ジャイアンツ1点をリードされています。4回の裏これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは秋広。初球打ち抜けた。秋広いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。バッターは8番浅野。第9投げた。打った。第2球真ん中にストライク。
第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、浅野ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。バッターはピッチャー菅野。第1球投げました、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第2球打ちました、投げました、ストレートはボール、インコースへ。第4球を投げました、4球目空振り。さあ5球は5球目、ボール。第6球は外れてフォアボール。バッターは2番門脇。ジャイアンツ最低でも外野フライが欲しい局面です。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打って出ます、しかも落下点に入った、掴みました、タッチアップ。三塁ランナーホームイン、まずは同点、もう一人帰るか、ジャイアンツなおもチャンスが続いています。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第1球投げた、初球外れても、投げた、真ん中ストライク。第3球を投げた、真ん中にストライク、少し意識しすぎたか。第4球を投げました、ツーシームはボール。投球これから5球目、打った、ファウルボール。第6球を投げました、外れた、ボール。第7球を見逃しの三振。さあリプレイです。青柳やりました。さあ試合終了まで何が起こるか分かりません。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは坂本、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストライクから、投げました、ボール。第3球はインコース高めストライク。第4球を投げました、アウトコース低め、直球は外れてボール。投球これから5球目、これは引っ掛けた、内野ゴロ、門脇取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番木南。第1打席はファールフライに倒れています。投げました、打ちました、初球打ち、ボテボテのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターはミエセス。第1球外角低め、ボール。第2球投げた、打ちました、切れていきます、ファール。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。流し打ち、どうだ、岡本自らベースを踏んで3アウト。菅野下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって2対2です。青柳降板、マウンド上はブルワ。今日2番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球見送ってボール。第2球低めボール。第3球は決まってストライク。投球これから4球目、ボール。投げた、5球目空振り。第6球を投げた、高めボール球打った。中野余裕があります、取りました、
これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番大城。第9球インロー外れてボール。第2球投げた打ったセンター方向へ持っていきましたが掴みました。これでツーアウトランナーありません。バッターは6番丸。今日はフォアボールとファーストゴロ。第9球ストレートはボール。第2球打った強い当たりクリーンヒットライトからセカンドへ。丸いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日は安打を放っています。バッターの秋広。ジャイアンツ一打勝ち越しのチャンス。初球ストライクから見送ってボール。第3球を投げた低め際どいボール。第4球を投げました見送ってストライク。さあ5球目ボール。第6球を投げました打ちました。フラフラっと上がったピッチャー落下点取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。ジャイアンツ2塁までランナーを進めましたが勝ち越しはなりませんでした。前半が終わりまして2対2です。ゲームは後半に入ります。トップバッターは近本。今日はセカンドゴロとファーストゴロ投げました。スライダーボール。投球これから2球目インコース空振り。第3球を投げましたボール。次が4球目投げましたストライク。次が5球目ボール。第6球を投げた打ちました。いい当たりショートバウンドボールを取った。吉川うまくさばいています。近本いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウトランナーはありません。投げた変化球はアウトローへボール。投球これから2球目ボール。投げた打った第4球を投げたスライダーはストライク。次は5球目打ちましたファール。投球はこれから6球目外れたボール。次が7球目投げた内角見送ってフォアボール。菅野降板。左のマルドナード、今日2人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球一塁ランナー上げたボールを二塁へ送ったタッチはセーフ盗塁を許します。先ほどのプレーです。第2球投げましたインハイツーシームは外れてボール。投げましたボール。第4球はおっと打ちましたレフト方向へ持っていきましたが取りました。ランナー二塁に戻ります。これでツーアウトランナーは二塁変わりません。第9球投げました初球ツーシーム空振りいきなり153キロ。第2球投げました打った引っ張ったスタンドに入りましたファール。同期は3球目投げました打ちました三塁線切れましたファール。第4球を投げた低めボール。さあ5球目外のボール球打ったピッチャー返し抜けたセンターバックホーム大山いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。
さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第9球見送ってボール。投球これから2球目、インハイの速球はボール。第3球を投げた、ツーシーム空振り。第4球を投げた、インコース高めボール。第5球投げた、打ったに当たりだ、いったか、どうだ、入るか、センター下がる。ジャイアンツ勝ち越しを許します。バックホーム間に合うかどうか、タイガース2点入りました。4対2タイガースやりました。これで流れをぐっと引き寄せました。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。ツーアウトランナー二塁となりまして、ノイジー今日はファーストゴロとセカンドフライ。さあ次の投球ボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた、レフトバックホーム。ノイジーナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあ次の投球、このボールも空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、スラブ空振り三振。マルドナード3球で仕留めてみせました。6回の表が終わって4対2、ジャイアンツ2点をリードされています。代打は梶谷。第9投げました、初球落ちました、破ってった、梶谷いいバッティングを見せました。バッターは代打岸田。ジャイアンツ代打構成に出ます。インコース低め、パワーカーブ外れてボール。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました、ボール。タイガースここはバントに警戒します。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第3球は内角低め、ボール。第4球を投げました、ストライク、タイミング合いません。第5球投げました、高め外れてフォアボール。バッターはトップに帰って吉川。第9投げた、ボール。第2球投げた、バントした、二塁ランナー三塁へ向かう、中野取ってアウト、送りバント成功です。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。投げた、空振り。第3球はボール。第4球を投げた、4球目空振り。追い込んで第5球打った、三塁ランナーホームに帰ってくる。ジャイアンツ1点返しました。門脇いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。第2球投げた、完全に外れたボール。第3球は3球目空振り。次が4球目、投げました、ストライク。タイガースここは引っ張りに警戒します。次が5球目、投げました、打ちました、ショートバウンド。木南軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。6回の裏が終わりまして4対3、ジャイアンツこの回1点を返しました。マルドナード降板、左の中川今日3人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球打ちました。第2球投げました、ボール。投げました、ボール。さあ4球目外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、いい当たり、センターへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは糸原に代わりまして、糸原背番号
第9球初球空振り。第2球投げた、見送ってボール。投げたツーシームはボール。第4球を投げた、打ちました、これは内野ゴロ。坂本ボールを取る、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って近本、今日はここまで3打数の初球を打った、三遊間破った、近本ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは2番中野。第9投げた、スラーバーボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球をランナー走った、おっとここでエンドランをかけてきた、ライナー破った、近本2塁回って3塁へ。中継タイガース1点入りました、5対3。リプレイをご覧ください。バッターは3番森下。第9投げた、ボール。二塁牽制、二塁タッチセーフ。第2球投げました、ストライク。投げました、外の球空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げました、ボール低め。投げました、打ちました、ファースト後方のフライ、岡本下がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって5対3、タイガースリードはわずかに2点です。ブルは降板、マウンド上ピッチャーは岩貞、今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球低め、外れてボール。第2球投げました、内角ストレートは外れてボール。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、外角高め空振り。投げた、打った、三遊間の打球、サードから一塁送球、ノイジー華麗にさばいてワンアウト。先ほどのプレーです。左バッターボックスは大城。第9投げた、初球から打ってった、センター落下点に入りました、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番丸、これが4度目のバッターボックス。第9投げた、打ちました、サード左、ノイジー掴んだ、セーフ、記録はヒット、記録はヒットです。これで今日は3打数の2安打。第2球低め、見送ってストライク。第3球を投げました、見送ってボール。さあ4球目、4球目空振り、追い込んでから。第5球スラーバーボール、アウトコース低め。第6球を一塁ランナー自動的に打った、ピッチャー返し、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。7回の裏が終わりまして5対3です。中川降板、右の船場様、今日4番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。8回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは大山、今日はここまで3打数2安打。第2球投げました、2球目空振り、第3球を投げました、高め外れてボール。投げました、スライダー見送ってストライク。
追い込んで投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目、投げた、打ったいい当たりだ、入るか入るか、フェンス直撃、センターからセカンドへ、大山ツーベース。ここまで2安打の佐藤、第1球投げた、1球目ストレート空振り、149球のストレート、投球これから2球目ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、打った、これは強烈、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました、素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。右バッターボックスにはノイジー。第1球初球空振り。さあ次の投球打ちました、投球は3球目、投げました、1球外してボール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番坂本、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、ファール。第2球投げました、低め外れてボール。投げました、ストレートはボール、インコース高め。第4球を投げました、打った、ファールボール。第5球投げた、打ちました、いい当たり、抜いていった、坂本、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは8番木南、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、センターへのフライだ、センターバックして梶谷取りました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、ストライク。さあ次の投球、おーっと当ててしまった、デッドボール。打順をトップに返って、しかも投げた、ボール。第2球投げました、膝元、直球は外れてボール。投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、インコースのボール左へ、レフト下がった、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、タイガースさらに1点追加。今日2本のヒットを放っている中野、第9球真ん中ストライク、少し意識しすぎたか。1球目空振りから、これも空振り、これで追い込みました。第3球は打ちました、掴んで、これで3アウトになります。8回の表が終わって8対3、タイガースリードを5点としています。岩貞降板、右の浜地、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。左バッターボックスには梶谷、これが2度目のバッターボックス、投げました、打った、ショート真正面、オーバーだ、ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。代打は長野、第1球変化球ストライク、アウトローへ、タイミング合いません。第2球ボール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、打ちました、ファール。さあ投球は5球目、投げた、内角、空振り三振。バッターはトップに帰って吉川、第9球投げた、初球空振り。第2球投げた、カットボールはボール。第3球打った、ファールボール。
第4球を投げた、インロー、パーム外れてボール。第5球投げた、流し打ち、行ったか、どうだ、入るか、ダイレクトで当たった、中継、吉川ツーベースヒット。チャンスをものにできるか。第9投げました、縦のカーブ、ボール、まずは外角高め。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球は打ちました。さあ5球目打った、痛烈な当たり、破った、門脇ナイスバッティングです、初安打。バッターは3番坂本、今日5度目のバッターボックス。タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、直球空振り。タイガース、ここは引っ張りに警戒します。投球これから5球目、打ちました、中野、落下点に入った、取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツランナー一塁三塁残塁、8回までが終了しまして8対3です。船場様降板、マウンドに上がったのは高梨、今日5人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、インコース低め、スライダーは外れてボール。第2球投げた、打ちました、ファール。投球は3球目、投げた、打った、抜けた、小畑、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番大山、今日は3安打猛打賞。投げた、初球スライダー空振り、変化球にキレがあります。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、見送ってストライク、キレのある変化球。一塁へ牽制球を送ります、投球は3球目、投げた、ボール。投球これから4球目、打ちました、スタンドに入りました、ファール。ファーストランナーをちらっと見て打ちました。第6球を投げました、打ちました、右中間へのフライ、マルツ噛みました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、門脇取った、一塁送球、一塁セーフ、セーフセーフ。さあバッター、チャンスをものにできるか。ジャイアンツ内野陣はゲッツー体制。第2球投げました、打った、ファールボール。第3球を投げました、打った、ショート右、門脇ボールを取る、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。高梨、見事に流れを断ち切りました。9回の裏、5点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。トップバッターは岡本、投げました、初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。さあ次の投球、投げた、空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。第5球投げた、打ちました、小畑掴んだ、一塁送球、アウト。岡本、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、ボール。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、内角低め、カットボール外れてボール。第4球は打った、
スタンドに入りました。ファール。第5球投げました。ボール。投球はこれから6球目。打ちました。第7球を投げました。変化球外れた。フォアボール。フルカウントから選びました。第9球カットボールはボール。投げました。外角高め外れてボール。第3球は見送ってストライク。次が4球目。投げた。直球ストライク。アウトローへ。第5球投げた。打った。ファール。投球はこれから6球目。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。ライトの見送った。ホームラン。ツーランホームラン。ジャイアンツファンで埋め尽くされたライトスタンドに吸い込まれていった。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは7番秋広。第9球打ちました。1球目ファウルから投げた。ボール。第3球を投げた。インローへ。変化球外れてボール。第4球を投げた。4球目空振り。第5球投げました。ボール。さあ6球目投げました。打ちました。ショート左横のフライになりました。小畑取りました。ここは意地を見せてほしい。左バッターボックスは8番梶谷。ジャイアンツ最後のバッターになるのか。直球見送ってストライク。いきなり151キロ。1球目ストライクから。第2球投げました。低め。ボール。第3球を投げました。カットボールはボール。高め。第4球を投げました。打ちました。1・2塁間への当たり。ハマチ取ってアウト。試合終了です。ジャイアンツ敗れました。さて本日のヒーローは佐藤。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は8対5、ジャイアンツ残念ながら敗れました。勝利投手はブルワー、敗戦投手は菅野。ジャイアンツ今日のゲームは残念な結果となりました。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。